スカルトとは AV 機器間の映像と音声信号をまとめて連想できる接続端子である。この規格はヨーロッパなどで広く普及している。この規格を開発したフランスではパラテルと呼ばれることが多い。スカルトはビデオデッキ、DVD、チューナー、コンピューター、ビデオゲームなどとテレビ受像機をシンプルに接続できる。また S 端子、 RGB 端子並みの高画質な信号が伝送できる。スカルト端子は間違って差し込めない形状になっている。スカルト端子を搭載する複数の機器を接続してある場合で、すべての機器に電源が入っていない状態でも、別の機器の信号をさらに別の機器に伝送できる。これにより、AV 機器をそれぞれ直接テレビにつながなくても、機器が手術つなぎの状態になっていれば、 テレビに信号が伝送される仕組みである。スカルト端子は1ト程度と電圧が高めとなっておりノイズが抑えられるようになっている。コンポジット映像信号は入出力信号を同時に流せる。1980年代後半には S 映像信号が伝送できるように規格が拡張されている。しかし S 映像信号 RGB 映像信号は一方向しか流せない。サムスン製モニターの一部についている角型の端子は RGB21 ピンではなくスカルトなので注意が必要である。レセプタクルまたはコネクタをハンダ面から見た図となる。なお、日本国内で使用されている端子は端子配列が異なるため RGB21 ピンを参照のこと。音声。 出力音声入力音声出力音声グランド映像入力出力グランド音声入力映像入力出力ワイドスクリーン切り替え映像入力出力グランドデジタルデータバス入力映像入力出力デジタルデータバス出力映像色信号入力出力グランドデジタルデータバスグランド映像色信号入力出力 RGB コンポジット切り替え コンポジットビデオ信号出力グランド、同期出力信号グランド、起動信号出力、グランドコンポジットビデオ信号入力グランド、同期入力信号グランド、起動信号入力グランド、RGB、切り替えグランドコンポジットビデオ信号出力、同期信号出力、起動信号出力、コンポジットビデオ信号入力、同期信号入力、起動信号入力共通グランド、 ありがとうございます。